どうもロマサガおじさんです。299,610ジュエルから、ガチャを引いていこうと思います。サルイン一点狙い、天井覚悟完了。はい、それでは天井まで、サルイン全突破いこうと思います。とりあえず3000円置いてみました。はい、ピコーン、キック、爆発はなしですね。10連目、果たして、おっと、いきなり SS がやってきました。一体何が当たったのか、おじさんは比較的冷静に画面を見つめております。はい、ワイルが来ました。サルインではありませんが、ピックアップが取れて、おじさん大満足です。それではさらに3000円置きまして、20連目いきましょう。おっと、これは、キック足爆発です。おじさんが画面の中で大ハッスルしています。SS が確定しました。2体確定しているか、おっと。いきなりカットイン。これは、このカットインは、欲しかったやつがいきなり当たってしまったのか。はい、サルイン確保です。サルイン確保であります。嬉しいです。おじさん、喜んで、サルインは確保した。キック足爆発は SS2 体濃厚。果たしてもう1体は誰なのか。はい、来ました。知っているカットイン。連続で知っているカットインがやってきました。はい、誰が当たったんでしょうか。はい、不要世界一のバーバラです。SS2 体目はバーバラでした。果たして3回目あるのか、そんなことを祈りがいませんでした。サルインが当たりました。二流円でサルインが確保、撤退です。千円札をたくさん用意しておりましたが、役に立ちませんでした。はい、ウサギもあります。そしてこれがサルインです。ありがとうございます。そして、ガチャを引いていたのは私です。そしていつもの恒例の仏様を見て、ありがとうございました。缶、20連でサルインを確保できました。嬉しい、嬉しい。さようなら、さようなら、さようなら。